四国当たったカロエ。グミ。今日も寒い？ゴー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 アグリンゴー。今日は私はめっちゃ久しぶりにロケでした。ロケなんてもう1ヶ月ぶりぐらいかもしれません。超久しぶりのロケ、超久しぶりのこの髪型、前髪にほこりついてる。まあそんな寒くはなかったけど、久しぶりだったなロケ。マジで行ってないロケに。8月にスチューデンツいうやったぐらいかも。ロケでもないかったし、あれは。今日の夜中ハードルが放送される。あ、本当？そう、いろいろ行きました。おやすみメール。楽しかったですよ。暑かったけど昼は若干。ロケはねあんまり好きじゃないんですけど、正直本当に申し訳ないけどロケは好きじゃないんですよ。だけど楽しかったです。行ったら楽しいんだけど、朝が早いし行くまでがしんどいし、あと車移動が多いからしんどいし、なんかねあんまりロケ好きじゃないんですけど、今日は楽しかった。今日髪型かわいい。かわいこぶりっこ。メールを送ろう。メール取った？やったー！うれピーナッツ。嬉しい。
垂れ目メイク、そうよみんなは今日何してらっしゃったんですか？お仕事？お仕事ですか？あれ、かわいい。修行？修行？鍋いいね。鍋はいいぞ。イエーイ。おでん作りたい今年は。今日ご飯のことなーにも考えてないよ。まあ私の今日の予想は、ポテト揚げちゃって。レンジでチンのピザを食べる。今日はそんな気分。今日ロケでめっちゃさ健康的な食事しちゃったからなんかジャンキーな気分なんだよね。生写真ありがとう。いえいえ、頼んでくれてありがとう。こんばんは。ちゃんぽんは好きだよ。サンドの飯はうどんで決まりです。今日事務所行った。久々に、今月初めて行ったの。もう話し変えなかったら事務所行かないよねって感じ。事務所に行って、お手まみと、お手まみと、あとちょこちょこプレゼントをいただいて嬉しい。なんかさ、ここ1年ぐらいさ、プレゼントボックス行っても何もなかったの、割とマジで。なんかプレゼントくれてた人が全員どっか行っちゃったのかなみたいなレベルで、本当に
どちらへ、私のプレゼントボックスはどこみたいな感じだったんだけど、今日は何個か入ってて嬉しいと思いながら帰りました。助かる。ありがてえ。服とかありがたい、マジ感謝。お手紙も全部読んで、もうお手紙ボックスもね、定期的にねお手紙ボックスを変えるんだけど、そろそろ今のボックスもいっぱいになってきたので、ありがたいことに嬉しいなって感じ。そう、ありがとう。生煮えの豆腐、生煮えの豆腐を異常に気にする香川県民、何それ、知らない。私焼き豆腐派だし。何、鬼滅の県民賞で今やってるの、一人用のフライヤー使ってる。え、香川県民は何、生煮えの豆腐を異常に気にするの、初めて聞いた。そうなの、どういうこと、生煮えの豆腐って何、どういうこと、生煮えの豆腐って言葉わかんないよね、危険なの、え、マジ冷ややっことかはダメなの、じゃあそうなの、知らなかった。香川県民関係ある、それ冷ややっこはだって普通に食べるじゃんね、不思議、そうなの、初めて聞きました、気にしたことない。え、豆腐は普通に生で食べちゃう、生産だけ、あ、香川のどっかのところだけってこと、考えたこともなかったな。やばい、みんなやばいです。ラバーガールの飛永さんがなんか返事くれました。さっき飛永さんが ラバーガールっていう芸人さんが私めちゃめちゃ好きなんですけど、有吉の壁でずっと出てほしいなと思ってて、ただ飛永さんが来週初めて有吉の壁に出るってツイートしてたんですよ。だからそれをもう本当にただのファンとして嬉しいってみたいなリツイートをしたんですよ。そしたらリンゴ送ってきて、嬉しい、なんじゃそりゃ、リンゴってなんやねん、多分なんか変でしようと思ったけど、困ったやろな、絡みないし、そしてフォロワーはしてくれてないところがもう嬉しい、こういうとこが嬉しい、なんか、ファンでいたいからね。
すごい。なんでリンゴ送ってくれてるんだろう。やばー。マジで有吉の壁、来週有吉の壁の時間、もう有吉の壁見てなくてもいいから、とりあえずハッシュタグ有吉の壁ってつけて、ラバーガール待機ってみんなでツイートしよう。本当に応援しよう。マジで嬉しい。応援しよう。あげ、公式マーク見たからじゃね、私のリンゴを公式マークって呼んでる。もうもはや、やば、嬉しい。うわー、ついにラバーガールが有吉の壁に出る。本当に嬉しい。みんな、私たちが M ステに出る時ってこんな気持ちだった？もしかしてねえ、STU が M ステに出るって決まった時こんな気持ちだったでしょ。本当に嬉しい。マジで応援する。応援って私は何もできないけど、リツイートしとこ。嬉しすぎるから。もう初登場だよ。みんなが好きなテレビ番組、何が好き？みんなテレビわかんないけど、例えばヒルナンデスが好きだとしたら、推しメンが、私がヒルナンデスに出るから明日よろしくってツイートしたと思ったら、アゲでしょ。それと一緒。アゲだ。応援。あげ。あげ。あげだ。富永さんちのご家族もなんか正座してみるのかな。出てるみたいな感じで。どうなんだろう。感じで言ったりすんのかな。家で娘さん息子さん分からんけど、家でお子さんとか言ったりするんかな。可愛いな、それ考えたら。お父さんかしおりちゃんに突っ込まれてるとか言うのかな。可愛い。お父さん罰だったとかって、え、かわいいかわいい、めちゃめちゃかわいいな。あげだ。嬉しい。本当にあ、おやすみメール送った。ゴロミちゃんもぐもぐ。今日、今日もインスタ更新しました。たまげたでしょ、さすがに。さ
すがにたまげたでしょ。私が2日も連続でインスタを更新したから、ロケバスで暇だったから更新したの。えらいでしょ。観光大使当たった、おめでとう。嬉しい。生煮の豆腐も大丈夫？よかった。え、かわいいでしょ。ポイントは、今日の投稿の1枚目のポイントは、この看板のニコニコと同じ顔をしてみたの。それが今日のあるしの投稿のポイントです。かわいくない？このニコニコと同じ顔をしてみた。かわいかろうが。それがポイントです。ぜひインスタフォローしてください。ただいまフォロワー様9646人。あ、1万人までもう少し、あと354人です。ぜひフォローしてください。足湯入ったよ。やっぱり可愛い子って鏡見るの好きなん？あのね、鏡を見たり自撮りを載せたりする心理って可愛いと思って載せてるんじゃなくって、私の場合はね、まあ、漏れてると思って載せてる時もあるけど、基本的にうわ私の顔のこことこことここ、もうちょっとこうでしたらいいなとか、うわなんか今日こことこことこの調子悪いなとか、なんかうーんなんか違うなみたいなことを思いながら見てる。そうこんな感じ、確かめてるって感じ。フォローしました。ありがとう。あのね、世の中の人間っていろんな人間がいるけど、あかりちゃんのインスタグラムフォロワーっていうジャンルの人間が一番偉いと思う。あかりちゃんのインスタフォロワーの上でなんか役職がついてる、なんか学校の先生ですとか看護師さんですとかなんか営業の人ですとか、パン作ってますとか、そう、あかりちゃんのインスタフォロワーでパン屋ですみたいな感じ、あかりちゃんのインスタフォロワーで薬局の人ですみたいな感じかな。えへへ、そんな感じなんで、よろ。くっちゃんに会いたくて神奈川申し込んだ。うれしい、すんげーな。あ、2人フォロワー増えた。ありがとう。レピーゼ。フォロー済みだからいいねした。それも天才。そう、名刺に書いた方がいい。あかりちゃんのインスタフォロワーですって書こう。肩書きが1個増えたね。みんなよかったね。
ありがとう。いいねしてくれてる？嬉しい。ありがてえ。どれだけアクティブユーザーのフォロワーがいるかって大事だから。フォローするかしないけど税率変えよう。それやったらみんなフォローしてくれそう。フォロワーなんか1億人とかになっちゃう。おたばれしてしまう。しろしろ。ちゃっちゃん、ベベベ、うずぼぼぼぼぼぼぼ。そろそろパンチングマシンしに行きたいな。パンチ、パンチ。興奮した。うふ。ドゥドゥドゥ。部屋が散らかってきた。十時だ。あ、ゆきりかにもいるぞ。ゆきりかもそうだ。ラバーガール好きだった。めっちゃガチャできるじゃん。ねえ、このさ、ドラえぐのガチャのこのセルフピックアップめっちゃ面倒いんだけど、これしなくていいんだけど、なんでこれ選ばなきゃいけないの。めっちゃめんどくさい。無料ガチャ引きたいだけなのに全部適当に選んでる。なんかもうあんまりさ、いろいろ頑張って集めてないから、もはやもう何でもいいんだけどって感じ。
選んだ割にあんまりいいの当たんなかったりするじゃん。めんどくさいよ。もしこの世界から好評が消えたら、多分困る人がいるだろうな。何を交換すればいいのかもわからないし。ドライブなんか久々に開いてもさ、まだユミリンと誰だ、ユミリンとアンナとミホリンがいるのギルドに。意味わかんない。結構さ、ドライブのことは忘れてない方で、あ、方だと思ってる私も、たまにやばいやばい、明日ぐらいにログインしないとギルド抜けるわっての、1週間経つわみたいななるのに、なんでこの人たちはいつもちゃんと残ってるの、すごいんだけど。マジですごい。えらいな。ねえ。よし、コーヒー入れよう。ヒーコーヒーコママ。近く落ちました。しょうがない。キャパがね。キャパが。しくれからな。
こんにちは。落選祭り、嬉しい悲鳴、悲しい悲鳴、落選、何度も息するのしんどいって。今あくびしたのバレなかったな、ブランケットがあったから。ね、ブランケット持ってコーヒー飲む私かわいい。神社、神社、今大あくびしたけどバレなかったね、クッションがあったから完全にバレてない。たくさんフェス出たいよね。こんばんは、こんばんは、こんばんは。出たい、アイドルフェスに出たいからツイートしてみた、勢いで、何も考えずにツイートした。あれは勢いで本当に
あれは誰に向けてたの？出演メンバーを選んでる誰か。そう、口に出していこう。うまねこ。あっち。みんなの足元がどこなんて気づかない。みんなユニバ行ってんだけど。めっちゃユニバ行くやん。みんな流行ったん、ユニバ。行きたい。そんな行きたくなる。ユニバー。我々は玉造温泉に行ってるんですけど、みんながユニバでキャイキャイやってる間に玉造温泉に行ってるんですが、尊い。大人すぎたかも。ちょっとまだ大人にならなくてよかったかも。そんなに
すげえ大人だよね。なんか足湯に行ったら多分里帰り出産なのかわからないけど、お母さんと多分若い妊婦の方が来てて、なんか妊婦になって母親になるんだけど、でもやっぱりあなたは娘だし、私はあなたのあなた私あなたは私の娘だし、娘は娘でお母さんっていうのを感じて、あ幸せになってと思った。二人で温泉に来たんだねと思って。コリンゴ、それにお父さんとか夫がいないっていうのも良かったね。やっぱ腹を痛めてるものにしか分からないものってあるだろうから。クッキー、腹を痛めて1年近くも腹に何キロもするものを入れて暮らしてる、そんな経験をしてるんだから、まあそれは女にしか分かんないよなって感じ。それでほっこりしました。温泉いいですね。なんかちゃんと友達と温泉に行ったのがなんか初めてだったから、なんかたまに仕事で泊まるホテルで温泉大浴場ついてるホテルでとかはあるけど、温泉街に私はもう道後温泉以外の温泉街に初めて行ったんですよ。温泉街に行ったことがなくって、で玉造温泉の温泉街がまあ栄えてるかって言われたらまあそんな栄えてはなかったかもしれないけど、でも温泉街だったんですよ。ちゃんと温泉街ってすごいなーって思いました。なんか女子大生とかが友達となんか旅行行ったりするみたいなのに憧れてたから、なんかそういう友達ができて嬉しい。感謝って感じです。
温泉。しかもね、お昼は温泉街普通に行って、夜はなんか提灯にろうそくの火つけてくれて、なんか歩くみたいなのもできるっぽかった。まあちょっと怖いからし、怖いし虫いそうだったから行かなかったけど、そういうのもいいよね。日本って感じ。福田さんの支払いを見ながら寝落ちそう。ごめん、今日まったり喋ってるから眠いでしょ。ギャーギャー言う人さ、こうダラダラする日の差がすごいんだよね。参院、お、ちょうどいい温度。もう10時半か、早いな。そう、出雲大社は縁結びの神社なんですけど、でも縁結びって言ってもさ、別にその結婚したいとかだけが縁結びとか、縁結びじゃないですよ。そのお仕事の縁とか、なんかそういう出会いの縁も縁結びだし、いい何か趣味と巡り合うとか、いい映画や本と巡り合うとか、なんかそういうのも縁結びだなっていうことだったので、そういった意味ではいい神社に行ったなと思います。私はもう健康とのご縁が一番欲しいからな。健康に生きていくことが一番大事だと思いませんか。もう何を持っていても、どんな素敵な友人関係を持っていても、どれだけお金持ちでも、どれだけなんかめちゃくちゃ可愛くってもイケメンでも、もう健康じゃなかったら意味ないから、ほんまに健康でいたい、ずっと健康って難しいよね。幸せでいたいよ。最後に風邪ひいたの？でも風邪は結構ひいてるんだよ、しょっちゅう。だけどなんかカッコン糖と風邪薬を常備してて、
だからこれ風邪ひくっていうのが分かるんですよ、さすがにもうこの年になると自分の体のことが分かってくる。で体力はあるけど体は強くないので、自分が風邪ひくって瞬間分かるんです。あ、明日これ風邪ひくなみたいな、そういうその時になんかカッコン湯を飲んで部屋をあったかくして、で喉を痛めないようにマスクしてビタミン取って寝るっていう、それをちゃんとやるとなんとなくごまかされる。でまあ鼻水とかは出るけど、まあ、それはさ慢性鼻炎だからいつも出てるし、意外とごまかせてますね。もう風邪はだからしょっちゅう引いてるのよ。けどもう今の特にこのご時世だとちょっと風邪引いたかもっていうだけですぐ検査持っていかれるもん。でさ検査行かれるのが嫌なんじゃなくて、検査行きますってなったらとりあえずその日の仕事はなくなるし、検査の結果が出るまで自宅待機になるんですよ。それが絶対に嫌なんですよ。だからもうその体調不良の片鱗も見せないことに命をかけてる。って感じ。ただの風邪なのにさ、なんかコロナだったらいけないからとか言って隔離されたらたまらんじゃん。だから、うん、体調悪くても体調悪くないふりして自力で治す、人に迷惑をかけない程度に。もう病は気からパッションだから私は、マジで。強気でいきましょう、強気で。ポテトあげよ。ちょっと熱いこ。数えきれない。スーパー行ったので、うわ少な、こんだけ？まあいっか。
作ろっかな。プリン作ろ。牛乳余ってるから。バレた。恥ずかしい。で、何ミリリットルだっけ？300。の経験とか知識なんか身の綱だっけ。風はいつもとメタモン猫通り過ぎて後に何も残せないよ。新しい道一つ行くか猫。ふっさと目を開けた時にゼロになるんだ。僕らは夢見てるか未来を信じているか。
怖い顔してとみんなほど知らず無鉄砲のまま今僕らは夢見てるか子供のようにさらに支配されたくせには引きちぎろう運は探いそうだってに決めてた妖怪は美味しい Yeah 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 3回くらいがちょうどいい告白言葉より伝わるでしょう瞳の送るささやくはあなたが大好きなんだっけ、なんとかサインデルルデルルデルルライバルが多すぎるの学校中に真ん中にちょちょちょ恋のゲートと大成功してどんな参考書ないの私番外だからわからないのずっと終わず決め直して見つけて思ってたのに恋の偏差値高すぎてびっくりあ、やばい見られるじゃ狙いなしよいしょできてきたもういいからこんばんは。いらっしゃいませ。本日は夢タウン高松にお越しいただき誠にありがとうございます。ご来館中のお客様に迷子のお子様のお呼び出しをいたします。リラックマのぬいぐるみをお持ちの赤いトレーナーをお召しになられた5歳の男の子がお母さんをお待ちです。1階サービスカウンターまでお越しください。この前島村でリラックマのぬいぐるみを抱いた男の子が呼び出されててめっちゃ可愛かったすぐ見つかってた。あーどこ行ってたのーってなってました。かわいいってなりました。かわいいなお前へってなりました。というわけでいきます。これ絶対こぼすんだよな。めっちゃ集中してるから。
わ、4杯分ぐらいある。もういいや、3個で。どうせ食べないしね、そんなに。オッケー。10分置くんですよ、私の経験によると。なぜかというと、ごまを沈殿させるためです。チンダル現象、まあチンダル現象とは違うけど、はないです。私はマインちゃんじゃないので。私曖昧マイ張り切ってマイペース、たまの心配はスパイスかもね。ときめくパワーとピンクしたら付き合いドルアイマイマイ、ときめくハートで歌うんだけど、私どうでしび、おいしい夢のハーモニー、私あいまいまい。あと10秒やろう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 OK。今日は少なめでお送りしていきます。珍しくケチャップ味とかにもしてみようかな。じゃあこのポテト食べ終わったら冷凍庫入れるぐらいちょうどいいんじゃない？10分ぐらいだから。はい、まあ塩もかけるんですけどね、こんな感じで。白飛びやば、ポテイトでございます。いただきマンボウ。せっちゃんカバーありがとう。食レポ？うん。冷凍庫で若干溶けてもう一回再冷凍された、ちょっとサバッとしてしまったポテトの味がします。今食べてきたからいらん？ご飯の前にお菓子食べるからでしょ。ご飯
の前のお菓子食べたらご飯食べれなくなるって言ったよね。もう食べなくていいから、ご飯食べなくていいから作らないからね。もうお母さん知らないよ、夜お腹すくんだからね。すまねえ、今日飲んで帰るわ。じゃあ私は明日友達と飲んでくるからっていう、私は男女平等でいきましょう。飲み込むの早い。うまっ。後で食べたくなったろ。何食べよっかな。これ食べよう、コーンクリームコロッケ。やばい、ハサミの切れ味がやばい、悪くなってきた。このお弁当に入ってるこれが大好きでさ、つい買っちゃったんだよ。40秒でできちゃう。なぜこった、これが40秒でできるんだったらデブになるよ。もっと手間かけさせろ。40、30、31、32、28、27、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43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 、
なんかさ、おもちゃで作るやつ。てかまだ若干冷たいんだが。おもちゃみたい。なんかあれみたい。あの子供の時に憧れたやつ。なんか消しゴムみたいなので作るさ、なんかチンしてさできるさ。なんかプリキュアと仮面ライダーの間に CM しとったような おもちゃみたい。ソース昔使ってなかったんだけど、うちではなんかママがイオンで買い物するときに、なんか買い物してるおばちゃんに、ブルドックソースがいいのよあなた、うちはもうほんこれを使ってからこれしか使ってないわよって急に言われて、何と思いながらも買って食べてみたら、ブルドックソースが美味しかったらしくって、そっからうちはブルドックソースです。壮大なステマだったのかもしれない。ナチュラルステマ。ステルスマーケティング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 。私のレシピ、おいしい夢のハーモニー、私あがいまいまい、納豆納豆納豆ご飯食べたいけど、ご飯ね、チンするご飯の良くないところはさ、絶対に 200g 食べなきゃいけないところだと思わない？いただきマンボウ。熱そう、まだ熱そう。ちょっと待ってちょっと待って、一回死んだふりして、
つあんの？知らなんだ。いつももりもり食べるから知らなんだ。茶碗2杯分もあんの？ 200g って。ま？で、例えば、じゃあチンするご飯を 200g チンするとするじゃん。で、食べる前に、まあ、温めは温めるんだけど、半分を、ラップにくるんで冷凍庫に入れても、それは良くないよね。なんか、普通のご飯と同じ扱いではないよね。硬いよね、多分。おぉ、ギリギリ当たらなかった。それができるんだったら人生変わるんだけど、だいぶ。あ、気持ち悪い。逆向きにすればいいのかな。あ、気持ち悪い。起きたら納豆ご飯を食べるぞ。明日の朝起きたら納豆ご飯を食べるぞ。明日の朝起きたら納豆ご飯を食べるぞ。よし、クリームコロッケ食べる。スプーンだこれ。まあ、いっか。ブスーン沼ぬだらけ。やばいやばい、若干回ってきてる。うまっ。あー弁当や。弁当食品業界あざっ。やっぱコーンは無限にうまいな。発見。ボイル焼きしよう。ボイル焼き久々に。ボイル焼き一時期ハマってたよね。あ、やばい。か、へそ見られる。ボイル焼きどうやってやるんだっけ。今日はちっちゃい食べ物で小腹を満たしてくスタイルだよ。あ、2本しかない。まあ、ちょうどいいかと思ったら3本ありました。ベロベロベこのな、でっかい袋のな、ウインナー買うときな、500円ぐらい、いや600円ぐらいするかな、泣きながら買ってます。何でも食べちゃう。そうよ、人生は冒険や。違う、人生は食欲や。夜食革命家。はい、なんだっけ、なんか若干ウインナーを水で浸らして、なんか
焼くと揚げるの中間みたいな感じにするんだよね。あ、ウインナーじゃない、あとプリンを冷やす。ウインナーが大フィーバー。なんかここに座ったら一生ここで暮らせるんやけど、ちょっと水多すぎたな今回。巡り巡る、ああよいしょ、ドゥドゥンドゥドゥン、ちょっと水多かった、蒸発させよう。これ茹でやわ完全に。キッチンを大ざらししてもうたかな。ウインナースープにするのも美味しい。何それ、ウインナーコーヒーのなんかで騙されるやつの逆バージョンみたいな。怖っ。このお茶うまかった、今日もらった16茶。服はもう23だよ、あなたに誘われて誰かに誘われて、あなたに誘われて、センチメンタルジャーク。夢を見てみたい、なんとかのように美しい物語だけ見てたよ。
この前ヒルナンデスかなんかで早見優さんを見たんですよ。久々に、久々にとか私がテレビ見てないだけなんだけど、いや可愛い、なんか衰えない、でも絶対この人レベル違う美女やなっていうのをいつまでも醸し出してる、あの感じはもうやっぱあの誰でもアイドルになれるわけじゃない時代にソロアイドルとして爆売れしてた人はやっぱレベル違うわって思ったっちゃ。おめっちゃいい音するやんけ。好きだったのよあなた、胸の奥でずっと飲もせる私聞いて、あなたを振り向かせる。あら、まいど。君の大好き苦しくて仲間に気はあったテーブルを挟んだ、あなたを熱く見て、弾けそう、そろそろ。あ、ユーミンが作ってんの。あ、そうなの、知らなかった。遠いところへ行った友達、潮騒の音がもう一度届くように、ちょっとカバー曲ないな。なんかペットボトルの形可愛くない？なんか夜って時間経つの早いね。見て、水がほぼなくなってる。ほら、なんてこったい。やばい、キッチン見えすぎ。ダメダメ、こんなの。ぐるぐる回る椅子ってなんでこんな楽しいんやろうな。これきれい、これきれい、もうこれきれいですか、これきれい、これきれい、もう
いただきマンボウ。味付けはしません。この子たちずっと冷凍庫の中で凍ってたんだね。ごめんね、ずっと凍らせてて。君たちが冷凍庫に入った半年前からもう月日は流れ、次の冬が来たよ。ごめん、今ウインナーと喋ってた。ファンをほったらかしにしてウインナーと喋るとは何事だ。いただきまーす。やばい、回るんだよな。劣化してる、味が明らかに。うん、明らかに味が劣化してる。やっぱりコールドスリープはってできないのかも。いや、大金を払ってコールドスリープを頼むか頼まないかは個人の自由だよ。だけどやっぱり難しいかもね、肉体は。いや、なんか安全かどうかっていうよりは味が劣化してる。安全面は多分大丈夫だけど。もう何も食べんけど、もうお腹いっぱいだから。でも冷蔵庫の中いっぱい消費できて嬉しい。あと牛乳がちょっと余りそうだったからプリン作れたのもでかい。ポテト買わなきゃ。野菜生活は緑派。
ごめん。ごめん。トマトカポッチャ。今日も一日一日ユミリンです。ユミリンのパネル、かわいい。25日撮ったよ。嬉しい。お話し会来てください。ブー迷ってたら5時間目撮ってみてください。販売にしましょう。オンラインお話し会来てくれますか。来てほちー、来てほちー。再販がなんだかんだもうすぐ終わるんだよね。知ってるよ。私はあさってのお話し会、しあさってか、しあさってのお話し会で、私がお話し会ありがとうございましたって写真載せるじゃん。かわいい写真を、たまげるほど腰が抜けるほどかわいい写真を載せるじゃないですか。そしたら、ああ撮ってきゃよかったな、11月も12月もって思うから、撮っといた方がいいと思う。追加しといた方がいいと思う。同じ過ちを繰り返しちゃいけない。オンラインだから意外といけるから。もうキャラに
STU で検索検索検索。そうだよ、話したくなるんだよ。TikTok で TikTok で私のお話し会の様子が載ってるんですが、何も勝手にねえよ。マロさおもろい、マジでこれほんまにおもろい。こんな感じです。マロタ、これめっちゃ自分で言うのもないけどめっちゃ元気出るんやけど、これもろもろい。いや、こんなずっとこんなんでもない。ちゃんと真面目な話は真面目な話するし、顔ずっと見てるだけでもいい。え、いるよ、毎回10枚とかで来るので、結構数分間マジで何も喋らずに、なんかぼーっと私の方見て、喋らなくていいのって、ささささささかってやってやとさ、喋らなくていいのって、なんかで私もどうしようと思って終わるじゃん、数分間が。で、あ、もしかしてつまんなかったかもなとか思うけど、また次の時間も来るの。え、あわ、汗汗。適当にさっき食べたお昼ご飯の話とか私が勝手に喋ってるけど、多分もう見てるだけでいいんだろうねみたいな感じの人もいるから、マジで自由、来てちょ、試しに来てちょ。別に気まずくないよ。あ、そういう楽しみ方をしてるんだなってこっちは思うだけ。楽しいよ、それはそれで。だから押し方なんて人それぞれなんだから、別に何でもいいの、自分が楽しければ。赤いちゃん、シキ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 って言い続けてもいいの、切れるまで。だから来てね。うふ、目と目で通じ合う。見つめ合って先にもらった方が負け。私そのゲーム絶対めっちゃ弱い。まあ、いっぱい会いに来て、頼む、お願いします。私たちの今後のためにもよろしくお願いしますさ。話が繋がなきゃって思っちゃうの。いいよ、そんな MC じゃないんだから、私がすることだから。それはしかも沈黙って意外と気まずくない。大丈夫、あの聞きたいことが一瞬で吹き飛ぶ。メモ書いてスマホの下に置いとこう。長時間を取ってくださる方とかはメモ書いて、これ最初にこの話をして、じゃあ次はね、あ、これ話いくねみたいな感じで、なんかちゃんと
段落づいてやってる人とかもいるし、ほんと何でもあり。あ、ダメなこととかこれやっていいのかなってことは、その受付の時に係の確認の人に聞けばいいから。そう、そうだから何でもいいんだぜ。話すのに気を取られるのもったいない。いや、もったいないとかはないよ。もったいないとかを考え出したらつまんなくない？おたかつ、なんかもったいないとかないと思うけど、別にちょっとなんか事故ったかなじゃないけど、うまく喋れなかったなを経験していくのが楽しいんじゃないの。みんなそんな感じでよ、大丈夫、もったいないとかない。そう、うまくいかなくてもいいの。アイドルの方だって緊張してるんだから、それなりに。ぜひキャラにで検索してください。押しましで寝てた時は15秒リハやってた。リハーサルありがとうございます。全然パッション全力で踊ってもらうことができますが、ポケダデデデデパッションアドベンチャーララララ続け進めって、でも持っていったらって渡せないからな、私に。ちゃんと面白さ伝えましょね。あパレ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 さめでたい。なんとかなんとかならなってなって。あのね、でもね、一回ドットエルフェスかな。で、電波組さんと一緒の現場だったんだけど、まあ、出番違ったし、私らすぐ帰んなきゃいけなかったから、電波組さんのライブは見れてなかったんだけど、メンバーさんのことも見れなかったんだけど、楽屋の、前に、電電パッションのリボンが並べて置いてあって、私は帰る、キャリーをゴロゴロして帰りながら、お疲れ様です、お疲れ様ですとか言いながら、はぁ、今日電電パッションやるんだーと思いながら帰った。興奮した。これ電電パッションのリボンじゃん、あぁ、お疲れ様でしたーみたいな感じでした。あれはアゲだったな。すごかった、興奮した。見たかった。話し会追加してえん、最高、ありがとう。なんだかなんだかなら、なってなってなだだだだ仲間だもん。
STU 人気？嬉しい嬉しい。話し会いっぱい話したいのにな。12月25日の2時間目と7時間目以外は変えますのでよろしくお願いします。追加します。ありがとう。言わなくていいことを言う。そんな言っちゃえ言っちゃえ。話し会増やすから好きで撮って。オッケータラッちゃん、サル10個ありがとう。ささささささ、シャ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 。話そうとしたこと全部忘れます。みんな忘れてる、みんな忘れてるよ。世界中に連れてっちゃうけど、ただ踊りにね、私たちだけでてて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 。ラーメンマニア、ラーメンマニア。パンパンパンの肉球、パンの肉球の猫。ちゃんマニア、こんばんは。
今日はお風呂をためます、決めた。毛布出すか。経験積んで近道とか分かってくる、それでも愚直なほどに脇目振らずまっすぐ進むしかない。日陰も日なたも日陰も儚く、誰のものか決められないだろう。笑顔も涙も独り占めなんかできないよ。もしこの世界がな、故郷が消えたら、多分困る人がいるんだろうな。今夜大片付けする予感がする。そんな予感がする。そんな夜を探してる。断捨離というか、今回は子供替え、ピューロクリスマス、子供替え。
明日のお天気調べまっか。明日は今日、明日もあったかい、割と明日あったかいですね。週間天気、日月が雨、でも土日は、日曜日まではあったかい。雨が終わると、月曜日の雨が終わるとまた気温が下がるみたい。です。難しい。東京は今日寒い、明日寒い、明後日暑い、し明後日暑い、月曜火曜雨、その次の週寒い。 OK? 雨嫌だ、雨が一番嫌。なんか外出なきゃいけない日に限って雨降る。なんで？でもこれは私が自分が地球で生きてる限り付き合っていかなきゃいけないんでしょ。そういう定め。雨女かもしれません。割とそうかも。でも本当に結構、てか香川が雨少なすぎて雨慣れしてない。あ、ジブリパークもオープンするんだ、早っ。ジブリパーク行きたいな。猫バス乗りたい。猫バス疲れんかん。あれ、森蔵キッコロの場所、森蔵キッコロ、こんばんは。ジブリパーク子供の時だけ見えるの？嘘。私見えるかな？ギリいける？じゃあ誰が作ってんの？子供？ピーターパンが作ってんのかな？ポンギョある？ね、ポンギョのブースある？ポニョがいいんだけど、私ポニョが一番好きなの。ポニョが一番好きなんだけど、ポニョのブースはあるのかしら。第3の遊園地、 USJ、 ディズニーに続く。ポニョラーメンあんの？嬉しい。ハムだ、ハム。ポニョ、ポニョがいい。ポーニョポーニョポーニ
ニョっていいな、ポニョだもん。ポニョ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 ポンポポニョポポニョ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 。ピース。ポニョ。みんな私が横向いてると思ってるでしょ。みんなの携帯が傾いてるだけだよ。横にくるって画面回転をオフにしてくるってやってごらん。あかりちゃんが正面を向くからね。本当だよ。ほら、タカめっちゃ可愛い。ありがとう。一度はまっすぐだと思うな。本当に回した？ゲラゲラ。可愛いに書くとは関係ないですね。そういうこと、そういうこと、そういうこと。心の文字を書け。耳にやられた言葉、思わず膝をつくくらい、僕はメロメロ泣くだ。恋の敗北宣言、君にやられたボコボコに。
みんな今日も付き合ってくれてありがとう。かなり感謝してます。パパパパパパーン、ウォーウォーウォー、ランキング読むか。今日はなんかいろいろ食べました。いつもだ。プリン作れて満足。明日食べよ。みんなにもあげる。ランキング読みます。スケオ北海道、月曜から横浜とか行ってさっき帰ってきた。楽しかった。遠征になったね。おかえりありがとう。ぶっちゃん配信ありがとう。かわいい赤リンゴ配信を見てる自分の横で、うちの犬は NHK の石川さゆりさん熱唱顔見してました。かわいい犬。よき睡眠のお屋敷。お屋敷犬いいね。犬となんか楽しませる。チャートリー、私チャートリーだっけ。あれありがとう。近いしありがとう。なっかありがとう。こうあかり製麺所ありがとう。たか5時間目取ったよ。完売さしたいね。ありがとう。嬉しい。頑張ります。さしたい。ありがとう。頑張るぞ。よろしく。というわけでみんなくちゃんこちゃんくらかりでした。皆さん今日も一日どうもありがとうございました。お疲れ。詳しいみずみです。またねー。